こんにちは。ウェザーニュースの藤岡あかねです。明日9月11日月曜日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。明日も昼間は日差しが届き穏やかな空となるところが多くなります。ただ前線が近づいてきているということがありまして、西のエリアから天気は下り坂です。ですので九州、中四国、そして東北の日本海側のエリアでは夕方以降ですね、雨が降り出すところがありそうです。明日は折りたたみ傘を持ってお過ごしください。また沖縄のエリア晴れのアイコンがついておりますが、急な雨に注意が必要となりそうです。そして各地明日はムシムシとした体感になります。明日は通気性の良い服装がおすすめです。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も一日お疲れ様でした。